ジェフ・ライマンは、カナダの小説家、SF 作家、ファンタジー作家。マンチェスター大学英文学部において、クリエイティブライティングの指導にも当たっている。同性愛者であることを公言している。非現実を避け、現実性を思考する、マンデーン SF の提唱者。現在は、南北戦争以前の時代のアメリカの歴史小説に取り組んでいる。ライマンはカナダで生まれ、 喋りを覚える前から書いていたといい、最初に出版された作品はライマンがわずか6歳の時に母の新聞のコラムにおいてであった。11歳の時にアメリカへと移住、カリフォルニア大学ロサンゼルス校にて歴史と英語の民を習得する。1973年にイギリスへと移住し、以後人生の大部分を過ごすこととなる。1989年のバコンの 名誉ゲストとして招待され、マイクロ君には1994年と2004年の2度、また、ゲーラキシコン2008にも名誉ゲストとなった。SF 作家としてよく知られているが、第1長編ザオーラー l ーキャリードライ y は、ファンタジーであり、またリビジョニストファンタジーであるわずは、最も成熟した作品と評されている。作品の多くは、カンボジア旅行を元にしており、 その最初の作品である、進むたれざる国ザ・アンコンカード・カントリーは、世界幻想文学大賞と、英国 SF 協会賞を受賞した。日本でも SF マガジンに薬剤され、その後、中村徹の年代別アンソロジーにも、収録されている。また最新作ザ・キングスラスト・ソングはカンボジアを舞台と、し、アンコール遺跡ジャヤー・バルマン7世の時代と、ポルポトと、 クメールルージュ以後の現代とをめぐる物語となっている。この他に短編ポルポとの美しい娘は2006年のヒューゴ賞ノベレット部門候補となり2007年にワールドコンが日本で開催されたのに合わせて SF マガジンに訳採された。ライマンは他の作家の作品をもとにした舞台の執筆と指導、上演を行っている。マンデーン SF は SF のサブジャンルであり、地上や地球近傍を舞台とし、ストーリー執筆時点で存在する科学技術を、使用するストーリーに焦点を当てたものである。2002年ライマンや他の作家とともにクラリオンワークショップにおいて作られ、2008年、マンデーに SF について、ライマンやジュリアン・トッド、トレント・ウォルターズにより編集された記事が、インターゾーン誌に掲載された。 アカデミックスタッフ、マンチェスター大学、オリジナルの2007年10月27日時点における、アーカイブ。https://web.archive.org/web/20071027082212/http://www.artsmanchesterac.uk subject areas, english american studies. アカデミックスタッフ、2007年10月30日閲覧。A.B. ジェフライマンザマンデンファンタスティックローカス。http://www.locusmag.com/2006/issues/01rymn.html h t t p WWW.arts.manchester.ac.uk スラ newriting about スラッ geofryman スラッ http://www.infinityplus.co.uk コロンススララッッシシュュスラッシュノンフィクションスラッシュ intgr.htmhatab, nc ファンタジー hat アンシブル199フェブラリー2004アンシブル79フェブラリー1994ジョン・グラントガー<ク>リバー・アンラベルズ<クリ> ジェネリック・ファンタジーザ・ロス・オブ・サブバージョン、インフィニティ・プラス・ノンフィクション・ハット、アーカイブされたコピー。2008年9月15日時点のオリジナルより、アーカイブ。2009年2月28日閲覧。ジェフ・ライマン、ザ・マンデー・ファンタスティック、インタビュー・エクサープツ。ローカス、2007年9月23日閲覧。アンディ・コックス、インターゾン216。 スペシャルマンデーン SF イシュータップレス2009年5月17日閲覧ありがとうございます